皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今週の B ファーストのスケジュールをお届けします。トピックスは3つです。1つ目が B ファーストのスケジュール8月7日から13日分です。2つ目が B ファーストライブ出演情報のまとめ。3つ目が B ファーストオフィシャル YouTube 再生回数のまとめです。では、1つ目、今週の B ファーストのスケジュールです。 まず一つ目ですが、映画ビーザワンの大型装飾が一部の映画館で展開中です。こちらは今日からというわけではなくて、すでに始まっているもののご紹介になりますが、8月31日までとなります。具体的にどこの映画館で大型装飾が展開されているかというと、新宿バルトナイン、横浜ブルク13、t j ョイ梅田、t j 博多、 T.J. 長岡となります。こちらがビーザワンの公式ツイッターで告知されている映画館になるんですけれどもただもしかしたらそれ以外の映画館でも展開されているかもしれません私が昨日たまたま見つけたものとしては北九州市のリバーウォーク北九州1階のエレベーターがビーザワン仕様になっているということで tjoy リバーウォーク北九州さんの公式ツイッターで 紹介されています。こういった全国各地で他にも展開があるかもしれません。そして本日ですが、宮山良樹の奇跡展エピソード0が名古屋セントラルパーク地下街で開催されてきましたが、本日でイベント終了となります。昨日のトークショーも本当に盛り上がったみたいですね。 そして19時からは NFT にてインスパイア東京エクストラのハイライト映像の配信があります。こちらは今日で終了となりまして、今日の配信終了後からオンデマンド視聴期間となります。19時30分からはミュージックジャパン TV にて b ファーストスペシャルミュージックビデオ特集です。8月8日火曜日朝7時11分ツイッターにて スポーツ報知 R の企画、今月の掲載メンバーの発表があります。今月の b ー s t が掲載されたスポーツ報知さんの発売日は8月15日となります。そちらの企画に誰が掲載されるかというのが明日の朝7時11分にスポーツ報知さんのツイッターから発表されます。 午前10時から申し込み開始となりますのが、BMSG フェス23のオフィシャルグッズ事前 EC 販売分の第2弾が受付が開始となります。8月14日までの申し込みとなります。ただ、第2弾に関しては数量限定というお話でしたので、ご希望の方はお早めにお申し込みをなさってください。23時59分でチケット締め切りとなりますのが、 映画 b ーザワンの舞台挨拶、新宿バルトナインで開催されますが、こちらのベスティの会員限定申し込みの受付が終了となります。詳細は BMSG のファンクラブアプリからご確認ください。8月9日水曜日は現時点では特にありません。8月10日木曜日、ネットフリックスで公開される アニメハンマバキのノンクレジットオープニング映像が公開されます。こちらはオープニングの映像となりますので、b ーファーストのサルビアではなくて、スカイハイさんのサラセニアが使われている映像が公開となります。19時から JWAV にて、JWAV Special Inspire 東京ア y o After the Festival という番組が放送されます。 こちらの中で、インスパイア東京の音源が一部オンエアされるということでしたので、こちらに掲載させていただきました。そして20時まで NHK プラスにて、ゾンターク踊りの星第13話が配信終了となります。こちらは、ソータが出演した回の1回目となります。先週の放送分はあと1週間ご覧いただけますので、またそちらの配信終了については来週お知らせいたします。 はい。続いて8月11日金曜日13時20分から b ファーストがロッキンジャパンフェスティバル2023に出演します。ついにこの日が来ましたね。とっても楽しみです。そしてこちらの様子は10月7日土曜日の18時から JFS アプリにて一部配信される予定ということです。少し先になりますがこちらを見ることができるのもとっても楽しみですね。 こちらはリアルタイム配信のみとなりまして、アーカイブ配信もあることはあるんですけれども、こちらはロックインジャパンフェスティバル2023のチケットをお申し込みいただいた方のみがアーカイブ配信の視聴可能ということになるようです。視聴方法は後日お知らせいたしますということですが、アーカイブに関してはリアルタイム配信の終了後から、 10月22日日曜日の23時59分までとなるようです。まだかなり先のお話ですので、またその週になったらお知らせしたいと思います。22時45分頃から CBC ラジオにて b ファーストの b トーク、k 春と竜兵両機の出演です。8月12日土曜日、17時から JWave にて Amazon Music Million Billion。 今週もジュノンと竜兵の出演で、レオがいまいち竜士さんとの対談です。18時から Amazon Music にて、Amazon Music Million Billion Podcast が配信開始となります。こちらもジュノンと竜兵の出演です。19時30分からは NHK Live ー l 2023夏。こちら NHK にて生放送されますが、こちらに BEFIRST が出演するということが発表されております。 楽しみですね。こちら現地での観覧もありますので当選された方ぜひ楽しんでいらっしゃってください。そしてこちらの番組は以前もお知らせしましたが夏の紅白と言われている番組でこちらに出演したアーティストは50%以上の確率で冬の紅白歌合戦にも出演するという 番組となっておりますので、ぜひ皆さんと一緒に盛り上げていきたいなと思います。はい、そして8月13日日曜日ですが、この日はなんと b ーストメンバー決定から2周年となります。あのザファーストの最終回の放送からもう2年も経ったんですね。 あの日の感動は今でも昨日のように思い出すことができますが、そこから b ーファーストがこれだけの成長を遂げてくれたという、その歴史にまた思いを馳せる一日にもなりそうですね。はい、そして22時からは MTV にて MTVVMAJ2022 が放送されます。はい、今週のスケジュールは以上です。 はい。では続きまして、b ー f ァー s t 出演予定ライブやイベントの情報をまとめに行きます。先ほどお話ししましたが、8月11日金曜日にロックインジャパンフェスティバルに b ー f ァー s t が出演します。こちらの出演をもって、いよいよ b ー f ァー s t も大型の夏フェスにどんどんと出演が続いていくといった状況になりますので、いよいよ夏本番といった感じですね。 そして先ほどお伝えしましたけれども b ファーストのドキュメンタリー映画 b ーザワンが8月25日に公開されますがこちらの公開記念舞台挨拶や映画公開後登壇イベントが予定されております8月25日金曜日に b ーザワン公開記念舞台挨拶が新宿バルトナインで開催されますこちらのチケットに関しましてはファンクラブベスティの会員限定で 抽選の選考受付が現在受付中で8月8日までとなっております。そして9月10日日曜日にも映画 b ーザワンの映画公開後登壇イベントが開催されます。こちらは1日に2回開催される予定となっておりますが、場所は同じく新宿バルトナイン。チケットも同じく8月8日までベスティの会員限定で先行受付中です。 それ以外は特に追加などはありませんので必要な方はご覧になってください。最後に BEFIRST オフィシャル YouTube の再生回数まとめに行きたいと思います。今日この表を作るためにたまたま数字を集計していたところスマイルアゲインの再生回数が1111万回でしたのですごく嬉しくなりました。 そして、以前からご案内しておりますメッセージについてなんですけれども、メッセージの再生回数、本日の朝9時30分時点で986万回となっておりまして、1000万回まで残り14万回ということで、かなり1000万回に近づいてきました。ここ1ヶ月の再生回数を見ていくと、1週間でおおよそ20万回程度再生されているということになっておりますので、 今週中にはほぼこのメッセージが1000万回達成ということになるのかなというふうに思っております。はい、以上です。ラジオミリオンビリオンの中でジュノンとリュウヘイも話をしていましたけれども、8月の後半から本当に怒涛でいろんなことがたくさんありますので、私たちベスティーとしても本当に楽しみな日々が続きそうですね。 その前には、先ほどもお話ししましたが、たくさんの夏フェスの出演もありますので、現地に行かれる方はぜひ楽しんでいらっしゃってください。このチャンネルでも先日お伝えいたしましたけれども、サマーソニックについては、ワウワウオンデマンドにて配信されるということも決定していますので、私もそちらでサマーソニックの様子を見ることができるのが本当に楽しみです。 はい、以上です。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。